眩しそうだね。眩しそうだね。ま、大丈夫。あ、素敵。あ、今日ゴルフ日和って感じで。あ、そうそうそう、素敵だね。チェック。ハーフ。よいしょ。よいしょ。ゴー。高速使え。どう？ナイス！ナイスー！わ、跳ねた！バンカー入ったかな？いい！乗ったんじゃない？乗った！ナイスー！イエーイ！やっぱバンカーは越えたけどめっちゃ右行っちゃった。チャンクかな。バーディートライ。あ、バーディートライ。分かってるよね、バーディー取った瞬間。ああ、分かってるよね。あ、ごめん、また喋っちゃった。わー、スリーパットした。ダボです。ボギーです。ちょっと、ツーオンしたのに、バーディーパットだったのに、スリーパットしちゃったので、次は、パーを取りに行きます。私は、ピッチングをなくして、サンドでちょっとやったんですけど、シャンクしちゃいました。次は頑張ります。ナイス。フック？フラッタフラッタよ。いいな、いいな。いいね、はいはい。のやや右、若干どうだろう、こういう斜面になってるからピンのやや右狙いたいなと思います。めっちゃいい。そうですね、ちょっとさっきを見習って頑張って寄せたいですね。ピンの奥側がグリーンが結構狭いんで、手前側に落としたいと思います。めっちゃ手前。ちょっと短かったかな。ナイスー、ナイスだ。やっとパーやっとパーやっとパーだよ。パーパー出ました。パーパーでしょ。うん、いいね。おー、いいね。いい感じ。はい。なんか。よし。あ、曲がった。お、大丈夫そうだけど。いい？いいよ。言っちゃった。どうだった？まあ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 。ちょっとね、
フェアウェイ出た。ちょっと木に当たっちゃったけど。そっち行っちゃう。あー50ヤードくらい打つ感じで言った方がいい。そうだよね。よし打ちます。はい。やったー。結構悪くないよ。思いっきりバスってきた。逆光と順光がこう交差に来るホールの作りによって交差に来る、うんうんうん、交互に来るんで、もう絶対光がいいコースは全部撮ってます、ね、ほぼ順光の方でとりあえず撮れるところは全部撮る、でいいショットが出たやつだけ載せる、まあ、たまにミスショットも載せるんですけど、うん、基本はいいショットだけ載せる。で重要、どうだろうね、インスタ映えかどうかわかんないですけど、ゴルフアカウントで言うとそのスイングだけじゃなくて、例えばスイング後のリアクションとか顔とかを撮っとくと跳ねる、再生回数、多分この子どういう子なんだっていうのが分かるんですよね、うん、でもミスショットした時の動画とか載せるのであれば、ちゃんと最後ミスショットした後のリアクションとかまで載せとくと、あーやっちゃったーみたいな感じが多分可愛いと思われる。自分で言うのが多分でも見ててそう思う、面白いっていう、他の人とかそう、だからミスショットとかもトラブルショットとかはね、いい、結構いいよね、うん、は跳ねるかなって思います、うん、いろんな動画を載せるのが面白いかもしれない。いい？いいよ。どうだった？まあ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 、そうだね、あと季節感出すとか、そうだね、紅葉は紅葉とりあえず紅葉と写真撮っとく、そうだね、紅葉は絶対撮ったし、うん、夏はかき氷とか、夏かき氷ね、かき氷とか重要だよね、うん、春桜でしょ、そう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 、冬はね、どうだろうね、雪が降ってればね、うん、雪いいかもしれない、うん、ただ単に上げてもみたいなね、なんかもう、なんだろう、打ちっぱなしとかも変なね、練習方法とか上げると再生回数すごい伸びるんですよ、うん、何これみたいな、何回も見返す、ね、してもらえるから、自分もそうだし、普通に10万回とかね、うん、行ったりするしね、行くようになりますね、うん、最近なんか やったやつで一番こう増えたのってどんなの？ああ、それこそ何だろう、心さんに教えてもらったやつで、私すごいシャンクが出るっていうので、うん、シャンク直すスイングあるよみたいな、スイング練習あるよって言われて、なんかこう構えるやつをこうしてここからスタートして、で勢いでこうやると、まあドロー系のボールが出て、それがすごい確かに飛距離も伸びるしめっちゃいいみたいな、でやってみなよって言われたら、確かにちょっとずれるとすごいこう、なんだろう、引っ掛けるっていうか、
っかけになっちゃうんですけど、ちゃんと当たるとすごいいいドローボールが出て、その練習のやつを上げたら12万回くらい再生回数伸びたんで、すごっと思って、やっぱりなんか変なやつ上げるといいなって思うよね、うんうん、そうだね、うん、私はなんか実家帰った時に、あの地元の打ちっぱなしの練習場に行ったんですよ、ああれか、うん、でなんとなくこう正面から撮ってもらったんですよ、うん、いつも撮らないんで、でそれをまあ後々よく見返してみたら、こう後ろにいたおじいちゃんたち、うん、打ちっぱなしを練習してるおじいちゃんたち2人が、うん、まあ、最初は普通なんですけど、私が打ってる時にめっちゃ見てて、でおーみたいな感じで、おーなんか若い人も頑張ってるなみたいな感じのリアクションがすごい良くて、こうそれをちょっと書いたら、まあ、結構再生回数が伸びましたね、うん、面白かったです、あれは結構、うん、確かに、ね、おじいちゃんたちもびっくりしてるねみたいな、ただ見てるだけだと気づかないやつを投稿の内容でちょこって書いておくと、そうなんだろう、本当だみたいな、そうなるんで、なるね、テキストで補足して、うん、あ本当にこのおじいちゃんたち驚いてるみたいな、ね、驚いてるね、面白いみたいな、うん、そっか、若い人珍しいってな、おじいちゃんのことがなかったらそこまでじゃ伸びてない、多分気づかないと思う、うん、私も後から見て、あめっちゃおじいちゃん見てると思う後ろでね、後ろのおじいちゃんちら見てんじゃんあと3つ残りあと3ホール、あと3ホールで終わります。先的にはね、先的にはう、うん、とりあえず80台でそうかなみたいな感じ、いいね、なので、はい、上がり3ホール、はい、まあ、ここと入れてあと2つか、うん、とりあえずパーパーパーくらいで上がれたら目標が高い、素晴らしい、まあね、85切れるかなみたいな感じのスコアにはなるかなと思うので、なるほど、ね、あと3つ頑張ります、いいね、最的にはうちはね、今日はちょっとピッチングがすごい不調なんで、うん、そうだね、シャンク出たり、シャンクが出たり、そう、うん、なんでピッチングをもうちょっとうまく打てるようになったら、まあね、パーとかボギーとかに収めれるかなと思うんで、うん、そこを目標に、上がり3つのスコアは、そうだね、何目標目標はパーボギー、まあ、ボギーかいじゃあ、現実的にパーパーとパーパーボギーであと3ホール頑張りたいと思います、はい、頑張りますおいしそう、終わりました、すごいホールに嫌われてとくるって戻ってきました、入るかと思って、強かったね、やったって言っちゃったんですけど入っ戻ってきちゃった次バーディー取りますいやーマジか、動画でいい？動画で。Thank you.
前半が51で後半が49で、うん、まあ、いつもよりちょっと叩いちゃったんだけど、そうだね、叩いたね、ちょっとね、そうですね、叩いちゃったんだけど、まあ、ジャスト100 ジャスト100で、そう、最後ボギーでギリギリ100で上がりました。さっきはどうだった？さっきは、うん、4343の86、いい、うんうんうん、なので新しいクラブにしてからはベスト、ね、確かにそうだね、そう、うん、なんだけどちょっとスリーパットが多かったような感じだったから、うんうん、珍しいよね、うんうん、まあ、もうちょっといけたのかなっていうのと、上がり3ホールの意気込み、パーパーパーがちょっとボギーボギーダボに惜しかったね。ちょっとそこは反省して、まあ、次回に活かせればなと思ってます、はい、うん、そうだね、なんかハワイぶりに2人で、そうだね、ラウンドしたからね、ラウンドできてすごい楽しかったです、うん、今日はなんか2人だとね、スイ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 行けるんで、もう何も気にせずにいい感じでした。そう、楽しかったです、楽しかったです。打ち上げが、打ち上げがそうすごい多いねって感じだったけど、実際の距離よりも結構そうだね、長く感じる、うん、だからまあそんなこう簡単すぎなくてちょうど良かったかもしれないです、うんうん、結構ね、目で見えてる距離よりね、一晩って大きくする感じがちょうどいい。そうそうそう、だから難しかったよね、そこら辺がちょっとかなと、うん、グリーンも意外と早かったしね、早くて良かったです、綺麗でね。ここのコースって、うん、結構グリーンがバミューダが有名らしくて、うんうんうん、あ、そうなんだね、そうそうそう、今日はね、でも冬だからね、冬だからね、そう、ちょっと使えなかったんだけど、使えなかったんでね、ぜひ次夏だね、夏にね、夏にリベンジで、まあ、リベンジしてそっちのグリーンもね、まあ、いいスコアでね、うん、回れればいいなと思います、はい、今日は先さえのゴルフだったら予定開けますけど記念すべき第1回の撮影だったんだけど、うん、まあこれは今後ね、第2回第3回って続く企画になる、ね、と思うので、うん、皆さん、はい、ぜひ、まあ、第1回に限らず第2回第3回と見ていただけると嬉しいね、はい、今後ともよろしくお願いします、うん、よろしくお願いしますバイバイ。